自分が提案したツインテール公演だった。そうだよ。なんかスタッフさんとメンバーで話した時に何がしたいって話した時に、ちょっと冗談半分でその時は、ツインテールみんなしたらどうですか、アイドルやしみたいな、でほんまそれになった時があって、でなんかさ、なんとかフールだったら OK みたいな、あ、そうそう、ポニーテールとか、それでなんだかんだ一人しかポニーテールいないから、そうだ、じゃあ全員しかみたいな、全員なって、まあ、なんかファンの人も結構受けは良かったよね、あの時。でも多分きっとファンの人はそれぞれをこう見てるからいいんだけど、 うちらは一気にドンって見るから、そ, そんなんでさ、全体何メインツインテールで埋もれるようなレンジだった。あとはアイラとマミリが髪短かったから、そうなん、すごい苦労して、レイちゃんとミスチさん2人がかりでやった髪の毛を積んでもらった。量も多いし短いしで、どうやったら髪が落ちてこないで、うん、なんかできるかみたいな、結果なんか全部編み込んで結構大変だったね。すごいの出してきたな。ね、まあでもね、経験できてよかった。あれ見れた人はレアですよね。レアだね、なかなか、ね、みんなそれぞれがソロでうんうんやるワンだっけな、ワン、じゃあワン、うん、あったじゃないですか、あったね、あの時に、うん、私レギュラーでラジオ日本60ライブやらせて、うん、ねっ、ちょっとちゃっかり毎週金曜日ラジオ日本60ライブやってるので聞いてほしいなって思ったんですけど、うん、それでだから、うんうん、みんなそれぞれなんかソロで歌う子がいたり、うん、ダンス踊る子がいたりっていうことで、うん、私はそのラジオで、うん、ラジオやってるからそれでやつをやろうと思って、うん、いいね、まあ、いつも自分のコーナーを送って、うん、HR815 っていうのをやったんですけど、いいじゃん。その時にハルルもゲストでね、ゲストで出ました。出てたね。なんか変なことだったよね。何、なんかね、緊張したな、あの時すごい、うん、大丈夫ですか？本当ね、なんか落ち着いていただいて、お腹空いてるんですか？放送やってくるなってなったら、緊張してるんですか？じゃあ座っていただいて、でもなんか一瞬すぎて覚えてないとか言う、覚えてないんやけど、正直あんまり覚えてないんやけど、なんかそう、あんまりなんかはっきり、その後自分のソロがあって初めて、そのことしか考えてなくてね、そう、もう自分初めて一人で歌うみたいなことがあったから、そればっかりで、あんまりそこの、その大事な一個のきっかけやねん、知らないわ。それでは本日最後のゲストの方に行きたいと思います。最後のゲストはニッスーさんです。こんばんは、ニッスーさん、お邪魔します。イエーイ、はじめまして。はじめまして、はい、失礼します。はい、なんか貫禄がありますね、落ち着いてるさっき赤ちゃんみたいな子が来たからすごく落ち着いて、あ、すいません、足とか届いちゃっていいですよ。はい、ニッスーさん、はい、本名は、ね、ちょっと待ってください、え、ちょっと待って、はい、本名は非公開ということですが、ちょっと私は知ってるんだ。あ、そうなんですか。はい、西園美鈴さん、言わんといて、いや、言っていいんやけど、うん、いや、分からん、どうしていい、なんでどうしたらいいか分からん、はい、なんで、うん、ニッスーさんなんですか。私、ミッスーの方がいいと思うんですよ。だって西園美鈴ですよ。ニッスーってなんで言ってたの。ニッスーじゃなくて、え、ニッスーでした私私ミッスーでやってます。あ、ミッスーなんですか、はい、まあいいや、そういう、まあいいや、まあいいんかい、そういうことにしておきましょう。はい、はい、ちなみにニッスーさんの、うん、プロフィールを紹介していきたいと思います。大阪府出身の、はい、20歳、20歳ですね。で、お料理が得意なんですよ。ちょっと、何、もっと上ってこと、30ぐらいってこと、ちょっとねえ、え、違う、違いますかね。もう気分悪いわなんでさっきさ、気分悪いわ、みんなそういうこと言うじゃん。で、ちなみにですね、はい、ニッスーさん歌手になる前がですね、イタリアで5本指に入る有名なオカリナ奏者だったんですよねそうなんですよ。お得意な曲とかあるんですか、オカリナで、はい、団子さん兄弟団子さん兄弟、あ、そうなんですねちなみに今日オカリナ準備しております。スタッフさん、すごい、ありがとうございます。ふいた、オカリナ準備しているのでぜひ得意な曲とか、いや、ぜひ、あ、マイク補助しません、え、これどこ吹くん、団子、なんだっけ名前ニッスーさんで団子さん兄弟やめた方がいいですね。全部同じ全部同じ音しか出へん。じゃあもうこれからこのプロフィール読まない方がいいと思いますんで、
このオカリナ奏者っていうのは、はい、あの外しておいてください。はい、すいませんでした。はい、あやのは私は三味優ベスト10、うん、やった。ファンの皆さんから聞きたい曲をアンケートで取って、はい、その中の上位10曲、10曲で上位の曲を歌うっていう、うん、ファンの皆さんに好きな曲を投票してもらって、うん、なんかその中で上位の歌を歌うっていうのをやった。なんか中間発表したりとかもしたことあったよね。なんかそういうのが皆さんの好きな曲を知れたのは結構嬉しかったし、なんか結構バラードとかも入ってたよね。バラード多かったね。なんか純情マーメイドとかもすごい入ってた。皆さんの好きな曲が知れたのも嬉しかったし、うん、あとソロ曲もそこで歌うことができて、皆さんが大切な人、そうそう、ソロ曲が大切な人。どんなにくじけそうでも前見て走ってる姿、いつも羨ましい思えたんだ。誰にも頼らないで一人で頑張っているの、一番近くで見ていたかな。曖昧なことばかりの世の中でもきっと超えられる壁だから、追いかけて追いかけて、いつまでも追い続け、走り続けてほしいよ。勇敢な友よ、輝いて輝いて、誰よりも輝いて、憧れ言ってもらって歌えたのが嬉しかったです。はい、ありがとうございます。楽しかったから、はい、またやりたいな。またやりたいな。皆さんが言ってくれたらいっぱいできるかもな。皆さん言ってください。皆さんに言ってほしいな。お願いします。